枝豆を茹でる茹で物は、食品を沸騰させた水の中で加熱する調理法。同時に調理した食品そのものも、茹で物と呼ぶ。煮物との大きな違いは、単に湯の中で加熱することを主目的とする点で、軽く塩を加えることがある以外、基本的に味付けを行わないところにある。水に食材を入れてから茹でていく場合と、湧き立った熱湯に食材を入れて茹でる場合とがあり、 食材によって茹で方が異なる。茹でる際に用いた湯は通常廃棄される。特にほうれん草などでは大量の有機酸が出るため使い回しはしない。ただし、料理によっては茹で汁を残しておき利用する場合もある。蕎麦の茹で汁は蕎麦湯と称して飲用にする。調味は原則的に行わない。塩を入れて茹でる方法を塩茹でという。青菜の場合、 茹で水に1から2%の食塩を入れると、緑色の色素であるクロロフィルの安定化に役立つと、されている。ただし、大量調理などの場合は、塩味が残ってしまう可能性があるため、料理などに合わせて、食塩使用量を調節する必要がある。また、海産の魚介類を茹でる際も、旨味成分が流出することを防ぐために、茹で湯の浸透圧を海水に近づける工夫を、 行うことがある。茹で湯に塩を入れるが分量は海水程度の塩辛さと表される。入れられる塩は調味目的ではない。後の調味などの前に下ごしらえを目的に茹でる作業を特に下茹でと称する。茹ででは水を使用することから壊れた組織から水溶性の成分が出過ぎないように留意する必要がある。流出した成分を有効利用するために茹で汁を使う蕎麦湯。 オイスターソース、5のような例もある。茹でる調理法を残酷であると感じる国もある。2019年、イギリス労働党は、動物愛護の観点から公約の一つに、ロブスターやカニを生きたまま茹でる調理法の禁止を、掲げている。ー法ン第5判、ABCDEFGHIJK、第3省調理室における、衛生管理調理技術マニュアル。文部科学省。 2020年6月6日閲覧。商業捕鯨の再開停止をイコール英才大野党が公約発表。時事通信。2019年8月31日閲覧。ありがとうございます。